よかった。産経新聞2024年2月12日。立憲の連立政権構想は、絵に描いた餅。国民民主、新葉の和也が党大会で批判。国民民主も立憲民主ももともとは同じ政党で、一つ前が民進。で、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったやんの民主政権の民主の連中。仲間割れはありがたい。記事によりますと、国民民主の幹事長の新葉は、12日の党大会で、立憲民主の代表の泉野健太が提唱する、非自民連立政権構想、ミッション型内閣について、絵に描いた餅だと批判した、このミッションに括弧書きで、指名型内閣、何の使命を背負ってるか。これまでやってきたことって国壊しやんか。社会の窓主義インターナショナル系やろって見ています。民主政権の時、国家の主権をどっかに移そうとしていた。国家主権の異常って書いてはったからな。怖い怖い。2004年6月23日、民主憲法提言中間報告のポイントを、いろいろなんやかんや書いてあんねんけど、一吉祥やねんな。グローバリゼーションと情報化に伴う新しい変化や価値に応えるために、国家主権の異常や主権の共有へ、アジアとの共生、どこに国家の主権を移そうとしていたの。よく中の国やーって言うてる人いたんですけど、コミッテル国際共産党第三インターナショナルが自由にしようとしてたやろ。中の国、習近平さんはチーママやからね。中の国の友さんのと、友さん共産。日本の友さんのと、世界各国の友さんのとは、コミッテル国際共産党第三インターナショナルの一支部。仲が悪いふりをしていても、仲間一つの組織のそれぞれの国の支部なんですよ。鳩山の幸男さんが民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでんねんって言われててんけど、社会党が社会の窓主義インターナショナル。実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中やなって見てんねんけど。多分きっと鳩山さんは社会党に代わる政党を作りなさいって言われて民主を作ったや思うわ。ミッション型内閣で社会の窓主義の世界に誘おうとしてる。立憲、国民民主両党に民主の党の政権を失敗させた大きな反省があるはずだと述べた上で、エネルギー、憲法、安全保障といった国家の基本政策を共有せずに選挙に勝てるというような政治をやればよい。などというのは国民に対する愚弄だ。と主張した。まともなこと言ってるけど、民主の人やからな。よくぞ言ってくださいましたとか、いいこと言ってるとか、そんなんで信用したらあかん。また、新葉は、ある方が考え方を改めるなら一緒になってもいいと言われた大きなお世話だ、とも述べた。あ、こういうやついるよね。上から目線で、許したってもいいでっていうやつ。高圧的に支配しようとするやつ、結構いたんで、そういうやつの心をポキッて折らすことばっかり言ってきた。鳩が豆鉄砲食らった顔ってこんな顔とかいっぱい見たな。それはそれで楽しかった。立憲の幹事長の岡田の克也が国民民主との合流に意欲を示したことを念頭に置いた発言と見られるやって、私戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。2001年小泉政権下の時にですね、小泉さんのこと大嫌いやってんけど、社会統計の実にお偉い、肩書きが立派すぎる素晴らしい先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？っていう疑問がふつふつと、その時の責任者の方が定年後に、友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産。あれ？社会党進歩しちゃうかったんって。その時は思ったんですけど、リサーチの最後の最後の方で分かったんが、社会党も友さんの党も第二インターナショナル時代は同じ組織やった。戦時中までに出版された先人の書、縛りでは社会党の本質が分かれへんかった。社会党ってええんちゃうかなと思わせてて。日本は、板野リアとドドイツと組んでたやん。日独いいやつ。ドイツのひーちゃん、ナチナチって国家社会主義やねんな。板野リアの息子のリーには社会党やって。我々が見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇やねんやって、俯瞰して観察しだしたら、しっくりいきました。鳩山さんは社会党に代わる政党を作りなさいって言われたはず。資本社会ともさん3つの主義があって、3つの主義しかないねんけど、資本だけが自由に楽しく生きられる。社会ともさんの世界になってしまうと、必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけなくなってしまうんです。恐怖支配されて。結局私は赤くて酸っぱい勢力の工作員みたいなことやらされてる人たちと仕事しててんなって。納得したんですけど。あのお仕事がなかったら、ここまで調べてない。あの時、小泉のおっさんでも、あれはあれで仕方がなかったんや。あれでよかったんや。これはまともな考え方では太刀打ちできへんなって思ったものでした。
インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中がいて、保守保守うるさい連中って自民の票を割らすことばっかりやってんねんけど、こいつらもうせっかく工作員みたいなことやらされてんねんなって敬遠してたんですね。右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスやんか。カール・マルクス、本名モルデカイ、自由なお染め屋さんの会員で底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんやねんけど、もしかしてニューソート運動やらされてるって、ニューソートに焦点を合わせると面白いようにニューソートにつながっていって、保守の代表格の方がニューソートの基礎になった宗の教の宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやって、クリスチャンサイエンスモニター、そこが T1 教の会の世界の日報と提携してるから、あの方、ジャーナリストやってる方、ニュースキャスターやってた方、 T1 教の会の千日クラブで発見して、それ見つけた時から心のシャッターガーシャーンで、この人の話は聞かない見ないって決めてて、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗の教で、おそうめんが絡んでん、自由なおそうめん屋さん、自由フリーおそうめんメイソン、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の一つの保守担当なんかな、 AB さんがこの人たちと組んで利用するのは大いに歓迎しました。ゲアしてたやん、立ってるものはカルトでも使え、言うやん、言わへんか、ここはしたたかにいかなあかんねん、うちら日本国民は自由に楽しく生きられてきたやん、これからもそうしたいやん、他の国と比べて日本ほどええ国はないねんで、それは資本主義国やからやねん。スピリチュアルにハマってる連中、意識高い系のセミナーとかに金払ってる連中は資本の世界があかんねんって思い込まされてんのがめっちゃ厄介やねんけど、光と闇の戦いが行われてる。光側はプッチンプリみたいな名前の方、アンド中金ピラさん、こう言ってる系やんか。これまで宇宙人がこの世を仕切ってましたとか本気で信用してるからな。実は私10代後半でニューソートの牧師の書籍一生懸命読んでて、潜在意識の活用、今で言う引き寄せの法則やねんけど、転職した時にミラクルが起こりまくって、潜在意識の活用ってすっげーって心から感謝したんですよ。30過ぎてから翻訳家が詐欺師、悪徳商法である催眠商法を考案した島津の光一さんであることがわかるんですね。それが社会問題となって日本にセミナーを定着させた、自己啓発セミナー、めっちゃ儲かるやんか。一人5000円とか取って会場に詰め込んだら、スピリチュアルカリスマ商法って怖いなって思いました。しかしジョセフ・マーフィー先生を否定したくないねん。なぜならばイエズス会の信者さんのご家庭に生まれて、悪性の腫瘍を患って、当時すごいってされてた心理療法をやってみたら消えた、治ったってなって、そのすごさをただ単純に伝えてて、マイナス思考はあかんで、潜在意識に問いかけたら良くなっていくねんでって言ってただけやねん。それが進化して人々の心を縛ろうとしているなって見てて、高次元の存在と更新するやつとか出てきて、新しいエイジ君で、なんで新しいエイジ君のこと出してきたかと言いますと、20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから行ってきたら気持ち悪くて、そこから私はスピリチュアルウォッチャーなんですね。キモいもんを観察しているということで、スピリチュアルオタクではなくスピリチュアルウォッチャー。ありがとう何千回言うてると、ありがとうっていう現象が来るとか、まあそうかもしれんけど時間もったいないとか観察してたんですけど、保守保守うるさい人たちってニューソート運動やってんのちゃうかなって、ニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートに繋がっていきました。保守の代表格の方が宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやったんですね。ニュースキャスターなさってた方、クリスチャンサイエンスモニター。クリスチャンサイエンスモニターって何かなって調べたら、ニューソートの基礎になった宗の教やったんです。そして自由なおそうめん屋さんと共生関係にあるって、ザ・シークレットも怪しいもんやで大暴露した文庫本に書かれてあってんけど、私スピリチュアルウォッチャーやんか、5年間くっそ忙しくて休みなし24時間営業的なお仕事の受け方をしてたんで、娯楽としてスピリチュアル一生懸命読んでて、こうして人々の心を縛るんやとか、それと心理学の本いっぱい読んだな。自己愛性人格障害みたいなやつ、パーソナル障害みたいなやつと仕事をして、なんとかならんもんかな、とりあえず目の前から消えてほしいから読んでんねんけど、その対処法が書かれてなかった。計画的アステになった、サイコパスになった方が得やんって思ってしまって、そいつが送ってきた意味不明の高圧的なメールとか同胞メールでみんなに見せてあげた。同時進行でスピリチュアルと心理学研究してて、
社会党って何やねんから画像検索も始めてるし、スピリチュアルの本読んでると身動き取られへんようにされてしまうでって感じやってんやんか。この世の中味方のふりした敵フレネミーがいっぱいいるし、工作員みたいなことやらされてる人たちだらけやねん。今表立って活躍できる人たちって社会の窓主義者トモさんの主義者だらけやから。クリスチャンサイエンス作ったおばちゃん3回結婚してて1回目のご主人がおそうめんの会員やったんですね。早くに亡くなられて、多分そこでおばちゃんに白羽の矢が当たったと思うねん。おばちゃん狐付きとか霊能者ちゃうかったかな。当時すごいってされてた潜在意識の活用、フィニアス・クインビーさんの発見を取り入れて、願えば叶うやつ、それがすごいってなって信者さんがピャッと集まってきて、おそうめんに入ってもいいわよっていう宣言をなさったことから、おそうめんと強制関係にあるって書いてあってんけど、今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスですよって言うてる人たちは新しいエイジ君やねんなって見てんねんけど、これまで宇宙人がこの世を仕切ってました言うてはって、いや言うよの言うどこ行ってんやねんけど、この話ほんまは詳しくしたいねんけど動画ではダメみたいねんけど、スピリチュアル意識高い系のセミナー宗の教連動してて、資本の世界を尽くそうとしているのでめっちゃ迷惑って見てんねんけど、国民が選んだという形を取らせて資本を潰させて社会の窓主義の世界にいざない、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画のもとに工作員みたいなことやってはんねん。本人たちはええことしてるって思ってるみたいけど、今現在の野党はオール酸っぱい悪い連中で、人数の連中は労働組合の組織票で送り込まれてくる人たちなんですね。一般の国民はそれを阻止するために、いやでも自民に入れて奴らを阻止しないといけないんですよ。民主主義は数で勝負やから。野党の連中が仲悪くてよかったです。